だもん。キャンセル界隈って何？本日はですね、8時22時でバイトです。ねえ、もうこれ以上今日は何もしません。じゃあ、パープル牛丼。まあ別にいいですよって言っちゃったからさ、いいけど8時22時とかあんまやりたくないよね。で、昨日というか、まあこの日、歯磨きしてるって連絡いただいたんで、そういえば動画内で歯磨きしてないなと思ったんで、歯磨きを久々にしました。あー痛いね、見てても痛い、歯が痛いよ。まあこれでね、ニカと歯もいい感じにできたんで終わります。